リシャール・ガスケ、リシャール・ガスケ、リチャード・ガスケ、1986年6月18日帯は、フランスベジエ出身の男子プロテニス選手。身長185センチメートル、体重75キログラム、右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。シングルス自己最高ランキングは7位。これまでに ATP ツアーで、シングルス15勝、ダブルス2勝を挙げている。 2004年全仏オープン混合ンダブルス優勝者。2012年のロンドン五輪男子ダブルスで、ジュリアン・ベネトウとペアを組んで銅メダルを獲得。ホップマンカップ2017優勝。シングルスでは、グランドスラムベスト4が3回、マスターズ戦決勝に3度進出。ATP ワールドツアーファイナルに2度出場。2018年現在、フランス出身の選手としては、 ヤニックの兄次ぐ歴代2位の勝利数となっている。4歳からテニスを始める。ガスケの父親はテニスクラブの経営者で母親もテニスコーチという恵まれた家庭に育ち、早くも9歳の時にフランステニスマガジン1996年2月号の表に掲載されたことがあった。ジュニア時代2002年全仏オープンと 全米オープンのジュニア男子シングルス部門で優勝したことがあり、全米ジュニア決勝ではマルコス・バグダキスを追っている。同年にプロ入りし、モンテカルロマスターズではマスターズで勝利を飾った最年少選手となるなどし、直ちに年末の世界ランキングで166位に入った。2004年全仏オープン混合ダブルス部門で、ガスケは同じフランスのタチアナ・ゴロビンとペアを組み、 ウェインブラック、カーラブラック組を6から3、6から4で破って優勝した。当時ガスケは18歳、ゴロビンは16歳で、2人の混合ダブルス優勝は、地元ファンを大いに喜ばせた。2005年6月、ノッティンガムオープンの決勝で、マックス・ミルイを6から2、6から3で破り、男子ツアー大会のシングルス初優勝を果たす。この後、ガスケは、ウィンブルドンと、 全米オープンで4回戦に進出し、全米オープン終了後に世界ランキング12位を回した。2006年のシーズン前半はやや不調であったが、6月のノッティンガム大会で2連覇を果たし、7月第2週のスイスオープン、グシュタードと10月第3週の南フランスオープンでも優勝し、シングルスで年間3勝を記録した。月初頭のモゼールオープンでは、 同じフランスのファブリス・サントロと組んでダブルス初優勝も果たしている。四大大会では全米オープンで2年連続の4回戦に進出した。ガスケは2007年ウィンブルドンで初めての準決勝に進出した。準々決勝では第3シードのアンディロディックを4から6、4から6、7から6、7から6、8から6の逆転で破ったが、準決勝で ロジャー・フェデラーに5から7、3から6、4から6で敗れた。ガスケとフェデラーは前年のウィンブルドン1回戦で顔を合わせたこともあった。ウィンブルドン終了後、ガスケは世界ランキングを7位に上げ、初めての世界トップ10入りを果たした。ATP ワールドツアーファイナルに初出場。2008年全豪オープンでは、ガスケは4回戦で、 同じフランスのジョー・イルフリード・ツォンガに2から6、7から6、6から7、3から6で敗退した。ウィンブルドに4回戦では、地元イギリスのアンディ・マリーに7から5、6から3、6から7、2から6、4から6の逆転負けを喫している。ガスケは2009年のソニー・エリクソン・オープンのドーピング検査でコカインの使用疑惑が浮上した。 暫定的に出場停止処分となったがガスケは潔白を主張し、スポーツ仲裁裁判所は、コカインは極めて微量で、二次接種の疑いが強いとして、2年間の出場停止処分を求めた ITF と和田の提訴を棄却した。2010年5月の地元ニースオープンの決勝で、フェルナンド・ベルダス・コー63、57、76で破り2年8ヶ月ぶりのツアー6勝目を挙げた。 2012年7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルスでは2回戦でマルコス・バグダティスに4から6、4から6で敗れた。ジュリアン・ベネトーと組んだダブルスでは準決勝でアメリカのブライアン兄弟組に4の6、4から6で敗れたが3位決定戦でスペインのフェレール、カイロペス組に7から6、6から2で勝利し、銅メダルを獲得した。 シーズンでは、すべてのグランドスラムで4回戦に進出したように、安定した結果を残し、年間最終ランキングは10位で、5年ぶりにトップ10でシーズンを終えた。2013年1月のカタールエクソンモービル、オープン決勝で、ニコライ・ダビデンコー3から6、7から6、6から3で下し、ツアー8勝目を挙げた。全米オープンでは4大大会2度目のベスト4に、 進出したが、準決勝で優勝したラファエル・ナダルに4から6、6から7、2から6で敗れた。南フランスオープンとクレムリンカップでも優勝した。アンディ・マリーが欠場したことにより、ATP ワールドツアーファイナルに6年ぶりに出場した。年間最終ランキングを9位で終えた。2014年、前後オープンは3回戦で、トミー・ロ・ブレドに敗れた。 ウィンブルドンのニック・キリオスとの2回戦では、グランドスラム記録となる9本のマッチポイントを握りながら6から3、7から6、4から6、5から7、8から10で敗れた。全仏オープンと全米オープンでは3回戦で敗退した。このシーズンは怪我による離脱もあり、全体的に結果を残せなかった。2015年は、 南フランスオープンとエストリルオープンで優勝した。6月15日、英語に選手権シングルスにて、ツアー通算400勝を達成。フランス人男子での400勝は、ヤニク、ノア、ファブリス・サントロに次いで3人目。2015年ウィンブルドンでは4回戦まで1セットを、落としたのみで勝ち上がり、準々決勝では、全仏オープンの優勝者である、スタンワウリンカに6から4。 4から6、3から6、6から4、11から9のフルセットの末勝利し8年ぶりに準決勝に進出したが、準決勝では、ノバク・ジョコビッチに6から7、4から6、4から6のストレートで敗れた。全米オープンでは4回戦で、トマーシュ・ベルディハを破り、準々決勝に進出。1シーズン2度のグランドスラムベスト8以上進出は、自身初。準々決勝で、 ロジャー・フェデラーに敗れたが、1年を通じて、校長を持続し、世界ランキング9位でシーズンを終えた。2016年全豪オープンは、腰の怪我のため、6年ぶりにグランドスラムを欠場した。復帰戦の南フランスオープンでは2連覇、4回目の優勝を果たす。これは、ピートサンプラスを超えて、大会史上最多ともなった。 全仏オープンでは4回戦で西小利圭を破って、地元の全仏で初のベスト8に進出。準々決勝でアンディ・マリーに7から5、6から7、0から6、2から6で敗れた。ウィンブルドンの4回戦を腰の故障で途中棄権すると、リオ五輪も棄権した。復帰後の全米オープンは1回戦敗退だったが、その後新戦オープンは準優勝。 ヨーロピアンオープンは優勝した。年間最終ランキングは18位に下がった。2017年のホップマンカップでクリスティナ・ムラデノビッチと組んで優勝した。全豪オープンは大会史上最も遅い時間に開始された3回戦でグリゴール・ディミトロフに敗れた。5年連続決勝進出を果たした南フランスオープンで準優勝した後は腰の故障と中性炎のため、 シーズン序盤のマスターズ大会後大会を含む7大会を欠場した。復帰後も調子は上がらず、ウィンブルドンと全米オープンは1回戦敗退、ロジャーズカップとシンシナティオープンは2回戦敗退だった。9月には、チャレンジャーツアーのペカオシチェチンオープンに出場し、優勝した。10月のジャパンオープン、上海マスターズ、エルステバンクオープンは3回戦まで進んだ。 また11月に行われたフランス対ベルギーのデビスカップ決勝戦にてダブルスでピエール・ユー・グエル・ベールとのペアで出場、勝利し優勝に導いた。年間最終ランキングは31位だった。2018年全豪オープンは3回戦でフェデラーに敗れ同カード9連敗となった。南フランスオープンは2年連続準優勝だった。その後は 早期敗退が続いたが、ハサン2世グランプリでは準決勝に進出した。モンテカルロマスターズの3回戦で、ミーシャズベレフに勝ち、キャリア通算500勝を達成した。全仏オープンは3回戦で、ナダルに敗れ、同カード16連敗、通算0から16を起死した。リベマオープンでは、決勝でジェレミー・シャルディを下し、キャリア15勝目を挙げた。ウィンブルドンは1回戦敗退。 スウェーデンオープンでは決勝進出を果たしたものの決勝でファビオ・ホニーニに敗れ準優勝に終わった全米オープンは3回戦でジョコビッチに敗れた年間最終ランキングは26位だったデビスカップ決勝は左素形部の負傷により欠場した2019年の全豪オープンは引き続き素形部の負傷により欠場した1月17日に ヘルニア手術を受けたことを自身の SNS アカウントで公表した。5月のムチュアマドリードオープンで復帰し、1回戦は勝利を収めた。2回戦でフェデラーに敗れた。全仏オープンは2回戦で敗れた。ガスケの片手バックハンドは安定性とスピード、正確さからロビー・コイナ、ジョン・マッケンロー、ブラッド・ギルバートなどの過去の多くのプレイヤーや、 コメンテーターから高く値されている。史上最も芸術的で、効率的かつ効果的なバックハンドの一つと、称賛されている片手バックハンドは、フォアハンドのように、テイクバックが大きいことが特徴で、海外運動や大きなフォロースルーもその要因になっているとされる。多くの片手バックハンドプレイヤーが苦しむトップスピンのかかった高い球を、フラットで返すこともできる。ボレーや、 ドロップショットなどの技術も高いものを備えている。反対にフォアハンドが弱点とされており、セミウェスタンからイースタンでラケットを長く握り、手首をこねながら打つ動作が、ぎこちなさとパワーロスの原因になっているのではないか、言われている。また、相手のミスを待つような消極的なプレーを行うことや、ベースラインから大きく下がってプレーすることなどが、ビッグタイトル獲得やタイトップ10勝利が難しい。 理由も言及される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。